井上康生、鈴木啓治スペシャル解説。平成15年全日本柔道選手権大会、シドニーオリンピック金メダリスト、伝家の宝刀内股で王者に君臨する井上康生。必殺の足技を武器に打倒井上に燃えるアテネオリンピック代表筆頭候補鈴木啓治。ライバルだった2人が当時を振り返り熱く語り合います。井上康生を倒すのは篠原じゃなくて俺だっていう思いがずっとあったので、鈴木啓治っていうですね、強力なこうライバルというか、その部分をこう意識した柔道史に輝く名勝負が今よみがえる。僕たちが解説します。お楽しみに。